三上智成は、岐阜県田島市出身のプロ野球選手。横浜 DNA ベイスターズ所属。妻は、東海テレビ出身のフリーアナウンサー、関根若子。DNA 時代横浜スタジアムにて、岐阜県田島市立南川中学校3年生の、時に、全国中学校軟式野球大会への出場を、経験している。 岐阜県立岐阜商業高等学校の2年生の夏に内野手として第88回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦の大地弁学園和歌山高等学校戦に7番三塁手として出場し、1安打を放ったがチームは敗れた。3年生で投手に転校したが、全国大会への出場は果たせなかった。 1>, 1メートル90センチメートル台の長身、高校通算18本塁打の長打力、投手として AS を務めた強権を買われて、2007年のドラフト会議の前には、複数の球団が三上を野手として指名する動きを見せていたが、投手にこだわる三上は法政大学へ進学した。法政大学では、東京六大学野球のリング戦、通算10勝8敗、 防御率2.52という成績を残した。大学の1年先輩、鏡木昇、る1年後輩の三島一輝とは、後に DNA でもチームメイトになっている。大学卒業後は JX エネオスへ入部。入部2年目には、先発投手として、都市対抗野球大会で、チームの大会史上最多優勝を及び、チーム51年振りの連覇に貢献した。 2013年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから4巡目で指名。契約金5000万円、年俸950万円という条件で入団した。背番号は35。2014年には公式戦の開幕を一軍で迎えると3月28日の対東京ヤクルトスワローズ戦に2番手投手としてプロイル初登板。 この試合から中継ぎで8試合連続無失点を記録したことや、クローザーを任されていたホルヘ操作が開幕から不調だったことを受けて、4月29日の対中日ドラゴンズ戦から野球人生で初めてというクローザーへ転向した。5月6日の対読売ジャイアンツ戦から5月31日の対チバロッテマリーンズ戦までの当番で7セーブを記録。 新人投手による月間最多セーブの球団記録を更新した。オールスターゲームにもセントラルリーグの監督推薦選手として出場。9月14日の対巨人戦で19セーブを記録し、新人投手によるシーズン最多セーブの球団新記録を達成した。シーズンを通じて1軍へ帯同し、1軍公式戦でチーム最多の65試合に登板、13試合に登板した。 巨人戦ではサンホールド、6セーブ、防御率0.00という高成績でチームの9年ぶりカード勝ち越しに貢献した。また、通算のセーブ数は21で NPB の新人投手としては歴代5位の多さであった。シーズン終了後の12月11日には推定年俸3200万円で契約を公開し、年俸の一部を 横浜スタジアムの年間シートの購入に充てる意向を示した。2015年には春季キャンプ中に右肘が炎症を起こし、一軍公式戦でのシーズン初登板は8月8日の対阪神タイガース戦まで持ち越された。さらに新人の山崎康明がクローザーに定着していたため、主に山崎につなぐセットアッパーに起用された。9月29日の対阪神戦では、 同点で迎えた9回裏に登板し、先頭打者、江越大が振り逃げを許した際に冒頭を記録。この冒頭によって、チームのシーズン冒頭数が、NPB 大記録の六十八に達した。さらに、野手陣の失策と保育で、江越を本塁に生還させ、被安打、吉市球例ながら、サヨナラ負けを喫した。一軍公式戦での登板数は、前年の三分の一にとどまり、 12月15日に推定年俸3000万円という条件で契約を公開。ただし、通算の防御率は 0. 台と低く、山崎が調子を落とした9月には一時クローザーへ復帰した。シーズンの序盤には、自身と同じ法政大学出身で5歳年上の関根若公と結婚している。2016年には、オールスターゲームに、 セントラルリーグの監督推薦選手として2年ぶりに出場。山崎が極度の不審に陥った8月には、田中健次郎と交互に一時クローザーを務めた。同年は2年ぶりに一軍にフルシーズン帯同し、一軍公式戦59試合の登板で、2勝4敗、2セーブ32ホールド、防御率2.61という成績を残し、チーム史上初のクライマックスシリーズ進出へ貢献した。 チームのレギュラーシーズン3位で初めて臨んだクライマックスシリーズでは10月8日に巨人とのファーストステージ第1戦8回裏の当番で初ホールドを記録。翌10月9日の第2戦でも同点で迎えた8回裏に当番したが勝ち越しを許し CS で初めての敗戦投手になった。2017年には FA 権の講師によって巨人へ移籍した山口俊から選手会長を引き継いだ。レギュラーシーズンでは一軍公式戦61試合に登板。自己最多の参照を挙げ、前年と同じく34ホールドポイントを記録した。ただし、防御率が5.12に達するなど、投球内容は不安定で、8月には一時2分軍での調整を余儀なくされた。 チームのレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでは監督のアレックス・ラミレスによる小刻みな系統策の下でワンポイントリリーフやショートリリーフに起用 CS 全体で8試合中4試合に登板し大雨の甲子園球場でも要された阪神とのファーストステージ第2戦では勝利投手になったさらに福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも6試合中3試合で 9円登板。11月4日の第6戦では、同点で迎えた延長11回裏に登板したが、川島慶三にサヨナラアンダを浴び、チームは19年振りのシリーズ制覇を逃した。2018年には、一軍公式戦で、入団1年目に並ぶ65試合に登板。通算成績は1勝1敗25ホールドながら、防御率を3.05にまで持ち直した。さらに、 走者のいない局面での投球感覚でセリーグ最短の10秒4を記録したため NPB からスピードアップ賞を授与された。シーズン終了後の11月には DNA 球団がこの年から戦略的パートナーシップ契約を締結したオーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーに自身の希望で派遣され、派遣期間中にオーストラリア国内で契約公開に臨み、 推定年俸1億500万円という条件で契約を公開し1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。契約公開後の12月7日にはオーストラリアと横浜市の球団事務所をスカイプで結びながら契約公開に関する記者会見を実施した。ビデオ電話を活用した生中継方式の記者会見は球団史上初めての試みであった。 2019年には、オープン戦期間中の3月10日に京セラドーム、大阪で開催された日本代表とメキシコ代表の強化試合6回表に、プロ入り後初めて、日本代表の一員として登板。レギュラーシーズンでも開幕1軍入りを果たしたが、開幕直後に右肘を痛め、公式戦後試合に登板しただけで4月13日に、出場選手登録を抹消された。5月13日に、 幹部のクリーニング手術を受けた後に8月20日のイースタンリーグ対ヤクルト戦から実戦に復帰9月8日から1軍へ再び合流したが同日の対中日戦6回裏の救援登板で3失点を喫すると翌9月9日に登録を再び抹消された JXNEOS 時代の2013年に投球フォームをオーバースローからサイドスローに変更 スライダーと低めの請球力に磨きをかけた。ただし、サイドスローへ完全に転向したわけではなく、スリークォーターなどの投球も織り混ぜる、戦術間の運法と表現されるフォームから、腕の角度により3種類あるという最速時速 154km のストレート、横に滑ったり縦に落ちたりする数種類のスライダーを投じる。ありがとうございます。